ダリル・スチューマーは、ジェネシスのライブで、ギターとベースを演奏し、フィル・コリンズのほとんどのソロツアーと、アルバムで、リードギターを務めていることで最も有名な、アメリカ合衆国のミュージシャン、ソングライター、音楽プロデューサーである。彼はまた、10枚のソロアルバムをリリースし、自ら率いるダリル・スチューマーバンドとツアーを、行っている。 ステューマーは1952年11月27日に、ウィスコンシン州ミルウォーキーで生まれた。彼は2歳年上の兄であり、ミュージシャンでもある同演員から影響を受け、エルビス・プレスリーとレイ・チャールズの音楽を紹介された。若い頃、彼は、インストゥルメンタルロックバンド、ザ・ベンチャーズのファンになった。彼は11歳でギターを弾き始め、4年後にジャズギターに移行した。 1970年に、ステューマーは、ウィスコンシン州セントフランシスのセントフランシス高校を、卒業した。1970年代初頭、ステューマーは、ミルウォーキーをベースにした、ジャズロックバンドのスイートボトムを結成し、地元でライブを週に5夜も演奏した。1975年のこれらのギグの一つで、当時、フランクザッパのマザーズ・オブ・インベンションに在籍していた。 キーボード奏者のジョージ・デュークに見出され、自分のバンドに参加するギタリストを探していた、ジャズバイオリニストのジャンリック・ポンティに、スチューマーのことを提案した。オーディションに成功した後、スチューマーはフルタイムのメンバーとなり、1975年から1977年の間にリリースされた3枚のアルバムでフィーチャーされた。ポンティに加えて、彼はデュークのソロアルバム、 I love the blues, ド・マイクライ・リベレーテッド・ファンタジーズで演奏した。ジェネシスのライブでのダリル・スチューマー1977年後半、スチューマーは友人のアルフォンソ・ジョンソンの主張に基づき、スティーブ・ハッケットの後任として、ライブパフォーマンスでジェネシスをサポートするよう推薦された。ジョンソンのオーディションが失敗に終わっていたこともあり、スチューマーの名が広まることになった。 ステューマーのジェネシスについて知っていたことといえば、ポンティが彼にトリック・オブ・ザ・テールの曲を演奏してみせたことと、ピーター・ガブリエルが衣装を着て歌う様子を映すテレビクリップを見たくらいであった。1976年にツアードラマーとして、ビル・ブルー・フォードと交代したドラマー、チェスター・トンプソンとの偶然の出会いが、ステューマーがオーディションに行くよう後押しをした。 マイクラザ・フォードとのオーディションは1978年初めにニューヨークで行われ、同日に役割に収まることとなった。彼は1978年から1992年までバンドでリードギタリスト及びベースプレイヤーの役割を果たした。また、2007年のターン・イート・オアゲーンツアーにも再び参加した。1979年のジェネシスの活動が、 中断している間、ステューマーは歌手のジノバネリと一緒に北アメリカをツアーで回り、彼のアルバムブラザー・トゥ・ブラザーをサポートすることで仕事を確保した。1981年、ステューマーはジェネシスのフロントマンであるフィル・コリンズのソロキャリアにおけるリードギタリストとして帯同し、シングルワン、モアナイトのクリップでスピーチを担当し、ドントルーズ・マイ・ナンバーの ミュージックビデオで名前を挙げられた。そうしていく中で、彼はコリンズが、ジェネシスのパーマネントテンポラリーパートタイムメンバーと呼んでいたものから、コリンズの新しいグループのパーマネントツアーリング、レコーディングメンバーに移行した。ステューマーはコリンズが録音した、いくつかの楽曲で作曲家としてもクレジットされている。その中には、彼のデモの一曲から進化したアルバム、フィル。 コリンズ3収録の I Don't w a n ー a n o などがある。1987年、ステューマーはデビューソロアルバム、ステッピンアウトをリリースした。10年間を通じてコリンズと共演した経験から、よりボーカル志向のアルバムにすることを検討していたもののロックインストゥルメンタルアルバムとしての制作を選択した。ステューマーはライブラーン、アナザーサイドオブジェネシス、 ウェイティング・イン・ザ・ウィングス、レトル・フィット、ザ・ナイロン・ストリング・サンプラー、リワイヤード、ザ・エレクトリック・コレクション、GO といったアルバムを録音した。2002年には、ウィスコンシン州ミルウォーキーのシャンク・ホールで録音された、ライブアルバム、スイート・ボトム・ライブ・ザ・リ n ニオンがリリースされた。ステューマーのアルバム、GO は2007年初頭に、リリースされた。この作品は、 ステューマーのスイートボトム時代の古いトラックを多く含み、アルフォンソ・ジョンソン、コスティア、ジョン・カラルコ、エリック・ハーベイが参加している。ステューマーは彼が追求したい音楽の方向性を自由に探求できるように、インサイド・アウト・ミュージックからアルバムをリリースした。彼の現在のプロジェクトは、ダリル・ステューマーイコール・シンフォニー・コンサートと呼ばれ、バンドのメンバーであるコスティア、アラン・アーバー、 エリック・ハーベー、歌手のホレスとウェディ・マンコフスキーが参加し、初期ジェネシスのマテリアルとソロキャリアのインストルメンタルを再現している。ステューマーはフィル・コリンズと一緒の時のキャリアにおいて、ほとんどの場面でフェンダー・ストラトキャスターのユーザーだった。彼の主なギターはトリノ・レッドのエリック・クラプトン・ストラトキャスターと、3、トーン・サン・バースト・アメリカン・スタンダード・ストラトキャスターだ。 コリンズの曲、ザルーフ・イズ・リーキングでは、バンジョーも演奏した。コリンズのバンドやジェネシスに在任中のフェンダー・ストラト・キャスターに加えて、彼は1978年に、ギブソンの RD アーティストベースと、アイバニーズ・エレクトリック・ギターを演奏した。その後、1978年から1984年にかけて、サンテック・モデル・ SA ・ MFSC の、 ストラトキャスタースタイルギターに切り替え、1981年から1982年にかけて、シャーゴールドのベース、フェンダープレシジョンベース、ストレータベース、ローランドギター、スタインバーガーベーストギター、1992年にヤマハベース、2007年にラークランドカスタムベースを使用した。スューマーは2004年、2005年にギブソン ES-346 を使用し、 2007年現在は、5段 LGXT エレクトリックギターを使用している。彼はまた、5段モントリオールプレミア、5段 DS-1、シガウスキーナイロンゲン、エレクトリックギターも使用している。ジャンリュック・ポンティ・ジョージ・ドゥーク・ジョーン・アーマ・トレーディング、アンニ・フリット、リングスタット・トニー・バンクス・マイクラ・ラザ・フォード・フィリップ・ベイリー、フィル・コリンズ・ジェネシスその他のコラボレーション、ありがとうございます。